ちょっとまずいかも。このままだとこの電車が脱線して死者がいっぱい出ちゃうんだけど。カナさん、どうしましょう。このままだと。ずっと一緒に来て。とりあえず電車を止めないと。そのためには一度ここから出て車輪にブレーキをかけて減速しないと。だけどこんな混乱状態の中、もしかすると誰かがカナデを狙ってくる可能性が非常に高い。目を離すことは絶対にできない。そう、電車じゃなかったら私の次元世界の中にかくまうのに、すごい勢いで位置が変わってるから次元世界がおかしくなる。カナさん、高架か月下が来るまでここで待機だよ。二人とも大丈夫でしょうか。二人の元に戻りませんか。いや、こんな混乱状態の中でむやみに動くのは危ないよ。それに奏は狙われてる。人混みに混ざって何されるか。待とう、あと絶対に手を離さないでね。私が絶対に守るから。わかりました。絶対に離しません。さて、わけのわからない力で高架さんを追い込んだのは間違いないけど、どうしたものか。とりあえず近接で様子見ね。気安く近づくな、青臭いガキが。何？いつか知らないけど年上マウントと経験豊富マウントほど哀れなものはないわよ。あとナイフの使い方がなってないわね。その持ち方なら止めるのも容易すぎて話にならないわよ。この女、かなり強いな。さすが、昨日より実力は落ちていても、そは裏切らない。もともと月下さんは WCG で本戦出場できるレベルだった。そのセンスは本物よ。今年度は能力を期待に置いていたけど、やっぱりそれ以外も一流。ここは月下さんに任せるしかないわね。そ、キリアのよくわからない技を二度も食らったせいで、内臓に直接衝撃波をぶつけられたような耐え難い激痛。これは当分は足に力が入らないわね。この女、私とかなり相性が悪い。恩恵も効かない。鬱陶しい。そこそこ強いわね。でもここ最近はギリアンさん、ハクちゃん、主要相手でネルヤシンと戦っていたから大したことなく感じるわ。そんな神経してんだ。顔色変えずに。下がりてこない野郎が。月下ちゃん、私ごとこいつをこの電車から落としなさい。そ、3度目の恩恵発動までまだインターバルがある。再度食らわせてこいつだけ突き落とせばいいものを。いや待て、インターバルが終えた時に一緒に落ち、そのタイミングでこいつに恩恵を使えばオーラは乱れうまく落下できずに死亡ってできるんじゃないか。ならこのまま抵抗しているふりをして時間稼ぎをすればうまく。ああ、短絡みをするならまずその気色悪い顔をやめなさいよ。まったく。さすがね、助かったわ月下ちゃん。高架さん、車内に戻りますよ。早くしないとこの先大きなカーブがあります。そ、まだ足が。こんな勢いのある場所で踏ん張れる自信がない。私が支えます。車内で安静にとはなりませんか。ここにいるよりかはマシです。お願いするわ。まず車内に入ったら奏とかなさんに合流して、そして奏を私に預けてどうにかこの電車を止めてほしいのだけど。わかったわ、とりあえず急ぎますね。うずさ、めちゃくちゃ面倒ごとに巻き込まれたんだけど。仕方ない、さすがにこのままだとターゲットが死んでしまうからな。というか俺もただじゃ済まないし、なんとかしないとだな。ほとんど壊れてんな。制御基盤やられてるからこれは止まらんね。緊急停止も制御基盤が言ってるからどうしようもないし、これは直接どうにかするしか方法ないか。この先に大きなカーブがある。この速度でカーブなんてできるわけない。別に完全に止める必要はない。というよりそのカーブさえどうにかすればあとは自然に止まる。ならとりあえずブレーキ役を少しだけやればいいか。さてと、あまり派手に動いて事情聴取とか嫌だし、カーブを得たらそのまま戻ろう。ならかなちゃんならこの電車にブレーキをかけることが可能なのね。うん、車輪を挟み込むように次元支配をかけてじんわりと圧をかけていけば本来のブレーキと同じようにできると思う。ならお願い、私がかなでちゃんを見てるから、もう時間がない。わかった、じゃあ後ろの車輪からかけていくね。頑張って、かな。ここが最後尾の車輪、ここから順番にじんわりとブレーキ圧をかける。大会で全体の次元支配の練習をしててよかった、まさかこんな形で生かされるなんて。さて、やるか。あ、やべ、ちょっと距離足んないかも。後ろの車両何台か飛ぶな、こりゃ。よし、うまくいった。とりあえず急いで全部の車輪にかけていかないと。まずいかも、片側の車輪にしかブレーキかけれないからどっちにしろバランスが悪くなっちゃう。よし、当然余裕にスピードが落ちた。これならカーブくらい問題ないだろ。どういうこと？
止まった。よかった。すごいわかな。まさかスピードを抑えるどころか止めるなんて。これでもう大丈夫なんですよね。でもまだ狙われてる可能性はあるからね。ホウカさんのところに戻りましょう。目撃された？俺か？今まで隠密にやってきたのに、まさかこんな形で？というか誰なんだ？さっきの言うみたいな女は、なんであの場面であんなところから出てくるんだ？くそ、作戦追加だ。あの女を迅速に殺さないと、出なければ情報が出回る。俺が悪心症なのをいろんな手で隠してきたっていうのに。早急にお願い。とりあえず私たちは先を急ぎたいから三重駅の電車だけ動かして。ここから最寄りの駅までは徒歩で数分もないし、そのまま乗るわ。とりあえずその電車出発後に閉鎖してちょうだい。視力に使いすぎてる。悪心境を追ってるのよ。視力だとでも。とりあえず頼んだわよ。それじゃあ切るわね。とんでもない嘘ついちゃったわね。でもあのキリア、ただものじゃなかったわ。私の矛盾すらもくぐり抜ける技、あれは脅威ね。どこの勢力かわからないけど要注意人物として指名手配しておかないとね。ホウカさん、カナちゃんがやってくれました。そうね、とりあえず私たちは今から急いでこの先の駅まで歩いていくわよ。次の駅に待機している三重まで動く電車、それが今日最後の電車になるの。それを逃すと当分は無理ね。わかったわ、なら急ぎましょう。先を急ぐわよ。さっきの騒動の後で申し訳ないけどあまり時間もないの。カナでは走れる。はい、運動は得意なので。なら走るわよ。もしここで誘拐犯とばったり会ったらもうおしまいだからね。わかってたのに、私がわがままなんて言ったから、引き分けのないことを言ったからこうやって皆さんを危険な目に遭わせてる。もうこんな遠征なんてやめるべき。もう引き分けのないことなんて言わない。我慢す。人の命を危機にさらしてまでこんなことを。あの男の人、結果的に私たちのことを守ってくれてたけど、どこか正義のヒーローって感じではなかった。目が合っただけであそこまでの動き、もしかするとあの人が奏を狙う誘拐犯。さっき聞いたけど、月下と放火が戦っていた女の人は奏を殺そうとしていたらしいから、誘拐犯とはまた別と考えた方がいい。となると、最悪あの方法がなしで猛スピードの電車を止めていた化け物と戦わないといけないってことになるのか。こっちには放火がいるけど、大丈夫なのか。まさか出発からすぐにこんなアクシデントに遭うとは思わなかった。あの女は殺害を目的としていたから、誘拐犯とはまた別、つまり今だけでも3勢力がぶつかっている状態。あの女でホウカさんがそれなりにダメージを受けてしまった。その中で何度も危険にさらされるなら、見えなんて到底無理。相手はホウカさん相手でも容赦しない。それどころかここぞとばかりに命も狙ってくる。考え方を改める必要があるわね。さっきのは私が足を引っ張った。本当に情けない。戦ってくれたのは月下ちゃん、電車を止めてくれたのはカナちゃん、私は月下ちゃんに迷惑をかけただけ、次はこんな失態あってはならないんだ。見えどころか、まだ東京すら抜けてない、それでもうここまで消耗、同じ過ちを繰り返さないように次はしっかり策を練っておけ、私に気を休める時間があると思うな。あの電車よ、これが止まるともう今日三重に行く手段はタクシーとかになるけど、正直タクシーだと高いし、逃げれないからこの電車には頑張ってほしいわね。次は電車本体も守らないとね。というより、怪しい人を見つけてこっちから先手を打てばいいんじゃないかな。敵は中だけにしかいないならね、能力者なら外からも十分あり得るわ。なら中と外、同時に守らないとね、私と月下が。そうね、奏さんにはホウカさんがいる。三人もボディーガードはいらないわ。各自守っていきましょう。さすがね、さっきもそうだけどあなたたちがいてくれるとすごく心強いわ。いい、絶対に私の手を離さないでね。トイレも悪いけど仲間で同行させてもらうけど、いいかしら。はい、問題ありません。電車のコントロールを奪われるのは本当に最悪の状況。絶対に二度同じことはさせない。とりあえず自然支配で私の存在をぐっと同化させて、外からは見えないようにしたから騒がれる心配はない。あと、竜の姿になっておけば風の抵抗を受けることがないから電車の上での快適に過ごすことができる。とりあえず三重まで守る。失敗なんて絶対にさせないよ。せっかくパトが私に託してくれたんだから。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。
過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。